でさ今さら成田悠輔をまた何か言ってんじゃん。あれ何なのの当時方がってね思ったんだけどさすごい悪い作戦なのかなとか思ってそれも込みの新しい炎上マーケティングなのかなと思ってああなるほどねひどいなと思ってだってもう成田悠輔が年寄り切腹で炎上したことってもう1年ぐらい前だよ去ってる、ね 一年前にそれで十分に燃えたのよ。ずんなし知らなかったっていうわけないじゃない。うん。キリンの人を。うん、え、古田祐介さんってそんなこと言ってたんですかいや、ちょっとすいませんって、なわけないじゃんって思うの。って考えたら、炎上マーケティングを恋にやってんのかなってちょっと思ったねえ、でも今回はあれじゃないのあれと一緒なんじゃないの講座。イオンシネマとその。 客がわーわー言ってきたから、もう一年前のよわに分かってるよ。君も何とも思ってないけど、ああ<ー>、なんかしんないけど、急にカスタマーセンターにそういうクレームやらメールがいっぱい来たから、イオンシネマと一緒で、はい、とりあえずもう謝っちまうぜ。こいつらバカだからさ。謝っとけまた買うからさ、っつって、そういうことじゃない。まだ言うってことまだ言ってくるやつがいたらもうそれに対応せざるを得ない。 <そ>っていう感じで起用したってことなんだそういう理由で起用したわけじゃない、普通に起用したんじゃないでもそう、だから、普通に起用するにしたって、もう十分分かってるもんね、キリンはね、1年前にああいうことがあった人、分か,分かってて、まだ言う人はいないでしょう、うん、で、を出したとそしたら言ってくるやつじゃあ、だめだっつって、津田の表現の不自由点と同じ構図だ。 愛知そうそう、愛知のあれ、うん、なんかその反日みたいな表現のやつがあって、それを取り下げろみたいなクレーマーが来て、うん、暴力的な予告とかもあったから、あったけど、でもそれに屈したら絶対だめなのに、うん、やめちゃったっていう、はいはい、一番だめ、だってそしたら、宮台も言ってたけど、もうあいつらの思うつぼじゃんつって。<laughs> もうあ何俺たちが騒ぎやあいつら手引くんだろうってで、今回のキリンとかさ、イオンシネモもそうで、ね、誰かが騒いでなんか、X 上で人が多いように見えたら、あいつら絶対屈するんだぜ、潰してやろうぜってやつが勝っちゃうから、絶対に屈しちゃいけないんだ今、日本代表のオフィシャルスポンサーがキリンなのよ。ああ 俺その最近見てるサッカー系のユーチューバーの人がいて、見てたらその人が言ってたんだけど、怒ってたんだけど、やっぱその伊藤純也がスタメンに入んないのは、これやっぱり日本サッカー協会が、キリンに対するその忖度だと。なるほど。今の伊藤純也がやっぱり入らないのはおかしいって。本当なんか政治家と全く一緒だね。ね。構図が。企業がそう言ってるからそうするみたいな。 サッカー日本代表とかってさ、じゃキリンがスポンサーだからってさ、なんか、そのキリンの期限損ねたらサッカーができなくなっちゃうみたいな感じなのかなと思うと、やばいよね。あんなに競売っていうかさ、みんなスポンサーになりたくて仕方ないだろ。ねえ、でも見るとメインスポンサーっていうのは一個キリンってだけあって、うん、一番多分強いんだよね。え、全然他の企業だって出すだろ、別に。なあ。いや、だからさそ、そう考えると、老害というか、やっぱりどこか、 生き残ってるんだろうねそういう変な体質の決定権持ったやつがさ、うん、キリンならキリンでさ、じゃあ、モナリテウスケ、そんなん言ってんのかけしからん、やめさせろっていうやつとか、サッカー日本代表、伊東純也は今ちょっとこんなことあったから、入れるなと、メンバーにと。と前さ、秀樹がちょっと言ってたさ、なんだっけ、50歳が死んだら世界が変わるとかなんか言ってたやの。うん,うん。いや、ほんとにそうなんだろうと、今言ってるのって、結局、企業の決定権持ってる層のやつらだかきっとさ、 30代40代のやつがそんな決定下さないじゃん。うん、ないと。結局、まあ、60歳ぐらいのやつじゃない今、一番そういうで。あと20年は確実に変わんないでしょ。そういうことだよ。